おはみん共国、はい、どうもこんにちは、なるみんことしーななるみです。そしてもも母ももは、みなさんこんにちは、ももはです。イエーイ。というわけで、はい、今日はこの後ね、ももちゃんと久々にネタ動画を撮るんですけど、はい、その前にももちゃんにね、地雷女メイクを、いやー楽しみ、今日今からちょっとやっていきたいと思います。はい、服装もなんか、そうなの、地雷、地雷っぽいですね。ピエンな感じで、ピエンな感じで。それでは早速、じゃあアイメイクからやっていきまーす。はい、じゃあ、やっていきまーす。まず最初ね、目元にこれ塗ってきまーす。はい、アイシャドウ自体そんな使わないかもしれない。え、アイシャドウ使わないの？あ、でも使う時もあるけど、うん、なんか。ちょっと失礼いたします。はい。わあ、すごい、めっちゃアイシャドウ塗る。そう、めちゃくちゃ。てか、なんか、ナルミンの手が超いい匂いする。すげえ、なんだろ、なんだ匂いだろ。てかさ、マツエク？マツエクしてない。え、やばっ！マツエクやばいね。この涙袋を一番軽い色で。涙袋、嬉しい、やってほしい。いや、涙袋はちょっと白目でいきます。はい。え、てかさ、え、何？松葉？松葉してる。松葉か。松葉いい？めっちゃいい。根元からギュンって上がる。すごい、なんか松葉かと思った。そしたら、まあ、うん、グラデーションね、作っていきます。はい。ね、真ん中の色で。人からさ、メイクしてもらうのなんかマッサージみたいで気持ちいい。そう。一番濃い色で、締め色的な感じでやっていきまーす。はい。結構普段さ、ナチュラルだよね、多分ももちゃん。あ、いい感じ。でも確かにあんまりさ、アイシャドウさ、普段さ、ももたしないか。あ、でも涙袋で結構さ、すごいね、違うね。今日の私のお目目なんですけど、かわいい。はい、このがっつりこう、もう本当の目尻がここなんだけど、ここまでね、ラインを描いて、で、さらにここにこうちょっと平行というか、え、それをさ、すごいやってみたかったの。なんて、半月型になるようにやっていきます。いい人見ちゃう。マジでいい匂いするから。え、本当に、うん、え、あれちゃう、ももたに教えてもらうと香水の匂いちゃう。なんかさ、うん、また別の感じの甘い匂いがする。え、本当に、うん、なんだろう。え、バニラ使ってる？使ってる。だけどももちゃんが教えてくれた次の日に買いに行ったからね。マジで嬉しかった、ストーリング。え、すごい、長い、結構すごいね、うん、え、すごい、どこまでも続きそうだもん。どこまでも続くよって感じ。え、良き良きですか？良き良き、ちょっとどうですか？どこまでも続きそう。どこまでも続いていくよみたいな感じで、下のなんていうの、この黒目の下からちょっと目尻までを、黒目の下から若干、はい、これでね、描いていきます。目元、そう、このこれやるじゃん、よく。そう、このラインを、え、これやってみたかった。あ、本当に、うん、これだとね、もうめちゃくちゃマッキーペンって感じなので、ね、眉毛用のね、こういうねブラシがあるんだけど、これでちょっとなんか、あの、アイシャドウでぼかしていく感じ。確かに今日、ま、なるみのさ、待ち合わせの時にさ、うん、マスクしててさ、うんうん、顔の大半分かんなかったけど、うんうん、地雷臭がした。本当に？え、ほら、待って、ギャル！かわいい！ダブルライン描いていきまーす。はい。あ、いい感じ。え、なんかギャルかも。あー、ギャルい！すごい、ギャルい！チークを、結構私も今日は、すごく照明で飛んじゃってるけど、濃いめに、横長に入れていきまーす。お願いします。濃いめにね、ピンクだからちょっと女の子っぽく見えるから、このなんだ、キャメイクのハイライト、うん、地雷メイクとギャルメイクの違いって何、うん、え、でもやっぱこのさ、アイラインじゃないと特徴なの。こんなさ、目尻のさ、うん、ラインとか描かないじゃん、普通。あー、確かに。私も今日、まあ、こんな感じでね、すごく可愛いんですけど、古川優香ちゃんのね、うん、リップみんな使ってるじゃん。え、これめっちゃ良いよ。これ使っていきます。かわいい、ピンクリップですか？003ミアローズっていう色なんだけど、うん、ご飯食べても全然落ちなくて、ちょっとティントっぽい感じなんだけど、色がめちゃくちゃ持つし、かわいい。そう、超かわいいんだよね、うんうん、とても馴染みやすい。本当に？さすが優香ちゃん。こちらの、あー、ワスクラスタジオですね。塗っていきます。それめっちゃいいって聞いたことある。これすごい良きだよ。ヒロインメイクさんの、はい、マスカラ。そしたらメイクは完成です。ありがとうございます。そしたら、じゃあちょっとね、髪の毛ヘアセットをやっていきますか。はい、ということで、ヘアセットとね、こちらのコロミちゃんのね、地雷のアクセリーをね、つけていただいたところで、ちょっと忘れてたんですけど、はい、最後にキャンマジの、うん、私が最近よく使ってるこのね、ナンバー3のこのチュルンカラコンを
ホームタンにね今からつけていきたいと思います。はい、縁ありとか使う？普段使わないね一切。だよね、てか初めてだね。なんかハーフ系のさ、カラコンだよね、いつも。ハーフカラコンしか普段は使わないので。え、楽しみ、カラコンで結構変わるからね。確かに。え、かわいい、めちゃめちゃ。え、かわいい、え、全然変わる、カラコンで。確かにカラコンで全然違うね。かわいいんだけど、ね、かわいい。はい、ピエンピエンイエーイ。というわけで完成しました。完成いたしました。え、待って、かわいい、すごい、想像以上のかわいさ。目が2倍、3倍、4倍マジでやばい、ほんとにもともとでかいからさ。カラコンでだいぶ雰囲気変わるんだな。めっちゃかわいい、すごい似合う思った。え、すごい似合う。え、かわいい、ほんとですか。ほんとにお人形さんみたい。なんか普段つけてるハーフカラコンよりも、うんうんうん、なんだろう、人形感みたいのが、うん、すっごいお人形さんみたい。え、めっちゃかわいい、かわいい。はい、というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。アゲン、ピアン。